はい、どうも、ともしです。ちょっとやらかしてしまいましてね、今日1万5000件配達の通知が来てた日だったんですけど、やらかしてしまいまして、いや、マジでやらかして、ダブル、2件持ってたんですけど、入れ違っちゃった。まあ、ダブルで取ったんじゃなくて、1件取って、その後ずって、同じとこだったからなんですけど、ケーキとパスタ、最初パスタ取ったんです。で、ケーキ屋さんなんで、ケーキ、ホールケーキね。ホールケーキ。それを間違って、って配達しちゃったんですよ。で、どうして気がついたかっていうと、2件目配達し終わった後に電話かかってきたんですよ。で、電話なんか出てろくなことないじゃないですか。普段出ないんですけど、2回かかってきたんですよ。2回かかってきたんで、なんかやらかしたなと思って出たんですけど、したら、なんか違うものが届きましたって言われて、あれ、ケーキでしたと。パスタ2件目置いたんですけど、ケーキ注文したんです。あっつって、ウーバーに連絡しますって言って、で、ウーバーに問い合わせたら、もう配達完了してたら部署が違いますんで引き継ぎますみたいな感じになっちゃって、まあ、なる早で連絡しますみたいな感じになってますけど、あ、これ初めてですね。っていうか、そもそもさ、ケーキとパスタを間違えるなんて思わないじゃん。いや、でもお客さんが違うっていうから間違ってるんでしょうけど、私、普段気にするのは、まあ当然あれなんです。まあ両方とも置き配だったんですけど、その建物とか部屋番号とかは気にするじゃないですか。間違えてないかとか。で、今回もあれなんか置いた場所間違ったかなとか思ったんだけど、そうじゃなかった。で、まあ、確かに置いた時に、1軒目置いた時に、そのケーキだなパスタだなっていうの番号をちょっと確認したりはしなかったんですよ。それはなんでかっていうと、その出発する時に、なんだろう、最初パスタ取ってその後ケーキが数珠ってなって、あ、こうパスタの方が後になってるなみたいなのがあったんですよ。パスタ先に取ったんだけど、数珠先だからケーキの方が先だなっていう風に認識したのね。それはちょっと間違ってたんですけど、そういう風な認識だったのと、わざわざパスタが下にあったんですよ。ケーキ上に乗せてたのかな？逆かな？逆、あ、違う、ケーキを下に入れてパスタ上に乗せてたんですよ。それで、わざわざ1軒目がケーキだから下からこう取って置いたんです。ね？わざわざ、そのぐらい強く1件目がケーキだっていうふうに思い込んじゃってて、で、結果的に間違った。まあ、2件目の時は見ないじゃん、そんなの。2件目の時は、もう、2件目がなんとかだなとか見ないじゃないですか。だからもう1件目の時に完璧に1件目がケーキだっていうふうな思い込みがあったんで、ケーキ置いちゃった。で、まあ、だから両方置き配だったからね。初めてです。なんか画面がバグってますけど、やらかしてしまった。本当申し訳ない、これは。これは申し訳ない。もちろんお客様にも申し訳ないし、ウーバーにも申し訳ないし、なんか画面がバグってる。言うなれば、出前館で筋が到着して、くちゃってましたみたいなやつな感じで、なんか、ウーバーで注文したら、パスタ頼んだらケーキが届いた。ケーキ頼んだらパスタが届いたみたいなもんだから、初めてかな。やらかしいです。前もね、なんかね、すごい昔だけど、メニューかウーバーか忘れたけど、なんか全然到着したことが、ものが足りないみたいなこと言われて、それ電話かけてたんですよ、ウーバーから。それでなんか、2件持って入れ違いとかじゃないですかとか言って、いや、1件しか持ってませんよ。で、店で、これ、なんだっけ、これで、いいんですか？全然品物足りないですけどって言ってから、なんか前の人が持ってってるみたいなこと言われて、なんかそれも渡したんですけど、みたいな話になったことがあったんですけど、それとか、あとメニューの時になんか、量でさ、渡したら他の人だったみたいなやつとか、あとなんだろうね。あとあれか、タワマンで、なんか他の部屋に渡して、いや、違いますって言って押し返された話とか、あと現金やってた時になんか、お客さんが1000円でいいよとか言ってお釣り間違ってて、返しに行った話とか、そんな感じですかね。いや、てか、だから1万5千件やってて、あ、こぼしたのは、なんか画面がおかしいな、俺。こぼしたのはもう何十回もこぼしてますけど、いやー、ダブルで間違って渡したのはいかんなと思いますね。申し訳ないと。いろいろ。ウーバーにも申し訳ないし、他の配達にも申し訳ないし、お客さんにも申し訳ないし、ほんとごめんなさい。と思いました。気をつけたいと。その後もね、なんか3件ぐらいやったかな。3件4件やったんですけど。いや、もうお客怖いっすね。お客怖いっすね。はい、そんなことがありました。どうなんですかね、お賃金さ、キャンセルした時とかは、ね、没収となるみたいな話で、あと、まあ、出前館とかだと、ケーキ代とかも持たされるみたいな話もあって、ウーバーはそれはないとは思うんですけど、やっちまったなと思いました。いや、でも、ケーキとパスタ間違えるかなみたいな話になるんだけど、まあ、今回は、店が同じだったからね、
背が同じだったから、それでその最初に5人があってみたいなところです。でさ、なんか街5人もさ、ナビとかつけてればさ、建物はわかるじゃん。でもさ、こう5人しちゃうと、自分の中でその、あ、最初にケーキだっていうふうに思っちゃって、それが間違っちゃってた場合だとさ、もうさ、ナビとかないから、それはやっちまうなみたいな思い込みでみたいな感じですね。まあでもさ、飛行機とかもね、間違えたりさ、あと誤振り込みとかもね、ありますからね。まあ人間がやってる限りミスは起きてしまうものだなと思うんですが、気を引き締めて気をつけてやっていきたいと思います。画面がおかしい。どうしでした。